はいどうもレッドライス TV です。はい、はい、ということで大西ライオンさんとコラボしております。ドコール終了した時点で、今4打差ということでね、はい、今日調子はどうなの？パターアプローチ、ほぼ完璧です。千葉でこのベスト3ぐらい難しいゴルフ場です。勝ち癖つけに来てるね。大丈夫、日本と同じぐらい俺本当は負けられない。俺のゴルフ人生で一番難しいギブ。はいどうもレッドライス TV です。はい、はい、ということで大西ライオンさんとコラボしております。リベンジするはずが、散りそうなところをギリギリ耐えながらなんとか苦しいゴルフ続いておりますが、6ホール終了した時点で、今4打差ということでね、なんとかなんとか耐えております。ここから前半の上がり3ホールでなんとかね、追いついていきたいなと、少しでも縮めて後半につなげていきたいなと思っております。最後まで楽しく見てください。今日調子はどうなの？いやだってドライバーめっちゃ曲げてますけど。そうだね、パターアプローチ、ほぼ完璧です。めちゃくちゃうまいよね。あれでいつものドライバー出ちゃったらマジで、マジでもう二度と会うことはないと思う。いや本当ですね。ドライバーやらかしててんな。ちょっとこれ調整したいんですけど、まあ調整します。練習しすぎてやらかしてます。なるほど。はい、頑張ります。まあちょっとそういう感じで、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。んちょっと右すぎるかな。バンカー、バンカーかバンカー手前ぐらいですかね。あ、なんかあの辺ですね。はい、よいしょ。いやーダフった。耐えて。まあ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 思いっきりダフっちゃった。珍しいね。はい、行きます。吉本の人でさ、YouTuber でさ、ぶちかましって知ってる？え？知らないっす。ずっと、多分吉本なんだけど、すごい大食いっていうか、ひたすら食ってる。あ、そういうのですか？そう、太った3人組のやつがあって、俺めちゃくちゃそれ見てんのよ。そうなんですか。その人の一番食う人が、冬のもう短パン T シャツ、結構気持ちわかるなと思いながら見てる。知ってるのかなと思って。なるほど。面白い。あ、全然そんな YouTube がある。20万人ぐらいは。すごいすごい、ひたすら食ってんだよ毎日。大変な仕事やな。大変な仕事だよ。すげえ食ってんだから。この辺でしたよね。そうだよね。バンカー入った、入ってました。まあ生きてたよかったよ、ね、でも全然これ短いですから、なんて全然。ナイス。いい感じ、いい感じじゃない？いや、ナイス。ありがとうございます。うわ、ちょっとトップしたけど結果オーライか。止まれ。はい、ちょっと上もついたけど、いや薄くて逆によかった。方向はまあまあ、レッドライさん乗ってます。乗ってる。うん、素晴らしい。ありがとうございます。しかも下目やから上りのパット打てる。これはマジで刻んどいた方が絶対いいんすよ。ただ女子プロとかはワンオン狙ってました。恥ずかしい。女子プロワンオン狙ってんのに俺たち2人とも刻んでました。ちなみに言うと千葉でこのベスト3ぐらい難しいゴルフ場です。ここ、はい、ベスト3入ると思います多分、ね。はい、うん、あとどこなの？君サラズとか。ね、成田ヒルズっていうとこなんですよ。あ、成田、はい、あそこも池多いとこでしょ。そうそうそう、池多くてトリッキーというか、はい、タフなホールですね。うわ、ええ感じ。いや、ナイスっすね、あのバンカーから。よくね。はい。あ、横か。でもぴったりやな。よし。やべえな、俺と勝負して勝ち癖つけに来てるな。そうはさせないぞ。
切れる。わあ、ショート。うわあ、そんな切れるんか。読めねえ。バーディーチャンス。来た。制した。一応やっとかないとね。カモ。あ、全然切れ。うわあ、切れない。そうか。ちょっとお先します。はい。うん、ナイスパー。はい。よし。ありがとうございます。もうパターうまいのよ。パターが。ひたすら。気がねえな。いや、ドライバーだけですね、ほんまに。いや、でもまだもう一ホールミドルがあるから、それをドキドキしてます、うん、私。あ、ドライバー握るの、はい、そうなんですよ。無理言ってバックからやればよかったな。えぐいよ。これはえぐい。これはこれはえぐい。狭っ。これむずい。いや、なんでそっから測るんすか。結構うわー、これプレッシャーになりますね、これ。いやー、むずい。悩んでますね。悩んで、俺後やから。あげがな。いや、見ないで、見ないでもおかしいけど。いや、別に見てもいいけど。どうせバンって言うし。げかな。どうですか、イチゴ型だと思ってるんですけど。はい。ああ、そこがね。はい、全体的に。うわー、やばい。超えろ。超えへんか。右行っちゃったよ。おお、超えた。あ、向こう行った。はい、大きかった分。おお、おお。ラッキー。ラッキー。いや、でかすぎでしょ、絶対。いや、もうあの手前のあの幅に収まる気がしなくてさ。はいはい、そうですね。僕も9番です。でかいんじゃないの？いやいや、あのパワーがしちゃいますから。大丈夫？ちょうどだと思います。やばい。あ、うまっ。あ、やばい、左。ちょっと巻いてる、ちょっと巻いてる、巻いてる。やばい、行けや。うわー、入っちゃった。でかかったじゃん。はい。あれでも通りましたよね、向こう。それはもうどうだろうね。いや、それは分かんない。通ったでしょ。え、通ったじゃないですか。それは見る角度によって変わるよね。そうですけど、通りました。絶対通ったんで、向こうから行きます。パドゥン。はい、絶対通りました。通った。絶対通りました。まあまあ、まあ、本人が言うんならそうでしょう。いや、厳しいな。絶対通りましたか。紳士のスポーツ、紳士が言うんなら間違いないでしょう。いや、もうでも俺3打目か、次。いやー、これ難かったな。ここ難しいわ、あの手前のピンは。今のむずすぎたな。ちょっとエグかったな。ああ、今日ほんと左に振れねえな。でも大きめ持っといてほんまよかったっすか。ああ、ほんとよかった。ラインはね、もうアウト。いや、アウトだな、そうっすよね。うん、いや、難かった、今の。で、俺はもうだから右に流、右からの風に流されちゃいましたね。うん、そうね。はい。で、ちょっとドロー目だから乗っちゃったね。はい。あそこの、島の上通ってればよかったんだけどね。はい、通ったって。絶対島の上通りましたから。あの黄色いとこからやるんでしょ。いや、違います違います。島の上通ったんで、ちゃんとあのワンクラブのとこからやります。あ、そうなんだ。はい、ただね、ドライスさんのアプローチも難しいですから。うん、そうね。はい、だ、俺のアプローチ次第では通ってなかったことになる。いや、そんなことないです。そんなことないです。じゃあもう一回また上まで行かなきゃ。大変。そういうルールだわ。いや、通ったから。通った。絶対通りました、通りました。本当？はい、通りました。絶対。まだコンタクトが、アイボンが。もう、同伴競技者一人しかおらへんからな。全然見てくれへんねんな。これ。いや、でも、あ、そんな怖ないか。いや、まあ、怖いっちゃ怖いよ。ですね、池越え。あ、でも、こっち来たら距離はそんななんすね。なんか大きかったかなと思ったけど。どういう。でも、二打目ですもんね。二打目ですね。ね、私三打目やもんな。うまいなぁ。はい、ありがとうございます。
大丈夫大丈夫、結果めっちゃいい、結果結果結果めっちゃいいです。危ない。いやちょっとあーんとこカットしといて。レッドライスさん、なんで弱々しい声出すんですか。いやもうこれはきついって。いやいや難しかったですけど。めっちゃきついって。難しかった。ちょっとダフったんだもん。そうですね、ちょっとドキッとしました、うん、でも結果全然いいとこ。あー悲しい、見たくない。あんなのこうやってやってる人が、あーびっくりした。いやーびっくりした、超びっくりした。うまいんだよ。それうまいのよ。はい、まあ、本当に通ってないのを通ったことにしたり。いや通ったって通ったやん。絶対にまだ言ってるやん。ほんまに。あれ。よし。ヤナイス。ありがとうございます。ヤナイスです。集中してた。シャンダシャ。シャンダシャです。ナイスです。よし。ありがとうございます。僕の方がラフやったからロブ打ちやすかったですけど、実はこっちの方がむずいですよ。ね、冬で薄めだから。冬島でめっちゃ薄いですよ。この辺でしょ。うん、ごめんね。めっちゃ薄かったっすよ。だから、そうなんだ。よく打てた方なんですよ。実は。そうはい。だから俺まさかロブすると思わなかったです。そうね、はい。でも普通に打ったらなんかコロコロ向こうに行っちゃいそうでさ。行っちゃいそうやった。しかも先にロブ見せたから。そう、あのでもやっぱロブってなったやと思うんですよ、ね。ロブは思い切りが肝心だからね。そうなんですよね。はい、ビビっていけなく緩んだから手前トンって入っちゃって、ね、はい、やーってよく耐えたね。いやほんまによく耐えた。ルールねじ曲げて。いやちょっと待って。え何。いやいやマジ曲げてない。絶対通った。ああ絶対通りました。はい。三打差、はい、旗がいいんだよね。そうです。あーかん、耐えて。大丈夫、全然大丈夫。ちょっと右ですけど全然。はい、あーねー。よし。よし。来ろ。オッケー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 。あぶねー。登った。球が低すぎた。あぶねー、前行ってくれた。よしよし、いいの出たぞ。思い切りや、やっぱり。思い切りだね。思い切りでした。思い切りが大事、肝心ですね。はい、思い切りが大事。今、ワールドカップもね、盛り上がってますからね。そうだよ。いや、本当にね、明日、今日1日じゃん。はいはい。明日スペイン戦じゃん。明日とかも今夜夜中、朝方か、はい。そうです。もう日本と同じぐらい俺本当は負けられない状態なんだよ。いや俺スペインほど強ないです。知ってる。そうでしょ。知ってる。僕だからほんまコスタリカぐらいの。そこまでもない。コスタリカならなんか強いんだから、本当ですか、うん、あコスタリカも強すぎる。そう、強いよ。じゃあどこぐらいかな、うん、どれかな、どこだろう。まあでもまあどう、はい、まあスペインとして、あそこは負けられないんです。レトライスさんとやる時のメンタル俺スペインかもしれない。そうだね。多分俺ね、多分得意とされてると思うよ。うん、そんな感じです。はい、でも瀬下君も言ってたけど、はい、苦手だっつうよ。あそうやるとって。あんまほとんど曲げないかったり、うんうん、はい、あのアプローチパターが、そう、そこで確実に拾ってくるから、はい、やっぱりプレッシャーかかりますよ ね、はい、まあ、短いんだね、来ると、はい、この辺でしたね。俺の下落ちたかな、ここだ。それか、フェアウェイか。うわっ、ちょっと右。行ったけど。めちゃくちゃ長いぞあれ。あ、ほんまや。乗ってます。はい。やば。あれめっちゃむずいと思います。めっちゃやば。保険かけすぎた。
おー、いい。うわー、ちょっと狙いすぎや。5。止まれ。うわー。勝負かけすぎましたね。でも最高でした。どこ行ったの？ピン横です。やば。ナイスオン。つま先上がってたんで、いい感じに今やってるこういうやつをやってるんです、今。はい、それがうまいことハマって、エタも出ました。なんでああなっちゃうんだろう。まあでも瓶の方向怖くて、いやまあまあね、でも真ん中打つのもね、まあ、センター打ったんだけど、ね、ちょっとつま先上がりで、あで捕まりそうだだから多分逃がしたっすね、逃がしちゃったんだよね。これ下落ちちゃうんじゃないの、あれ上いけんの、あそこからとにかくむずいっす、パッとパッとだから回さなあかんちゃうからブーって、今世紀最高にむずいパッド一回下って登るっていう感じ、下って登ってなんで今世紀最大級にむずいっす、はい、いいのやってますね、いいのやってんな、まあまあさ、やっぱさ最終的 YouTube だからさ、ね、こういうのやんないとさなんかねいやだ、面白い見どころ作れない感じのさ、ぐさぐさくる俺めちゃくちゃ寄せてもうた、淡々とさ小さいゴルフされてもさいやドライバー持ったやんか、あそっか小さいゴルフちゃうでしょほんまに突き刺さるわ、言葉が言葉が突き刺さる絶対自分のミスやろ俺のミスみたいに言う、やっぱあそこ横切ってなかったと思うよ俺いやいや、ベタだ言ってんで、ちっちゃい人やでほんまにほんまで、これ見てください、こっからちょっと相当難しいっすよねこれ、俺のゴルフ人生で一番難しいからこれこれはほんまにむずい、これほんまむずいよ、どうすりゃいいんだ、どうするのこれイメージ全く分からない、ここが下ってるんです、くぼんでるんですよ、でここ登ってるんですけど、多分こっち打ったら向こう行かないっすよね、これはもうギブいやー楽しみ、それマジでどう打つんすか楽しみ、うまい、うわわ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 すっげえむずい、あー止まって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 、めっちゃブーメランみたいな、めちゃくちゃ曲がった、このギリギリのね縁をずっと、そうですよねあそこ越えたかった、弱かったね、これはイーグルポイントにもなかなかない、これない全然ないね、グリーンですよね、パパッと、強い、おー、まあまあまあ、ナイスだ、気持ち悪くなってきた。むずすぎて。酔った、酔った。いや、もう傾斜に酔った。グリーン酔い。聞いたことない。傾斜酔い。カモ、カモ、カモ、カモ。うーわー、あぶんな。惜しい。ナイスパーです。ほら。いやー、オッケー、あー、ダボ。はい。はい。うまい。また小田さんになっちゃった。はい、というわけで、はい、散々な結果になってしまいました。五打差。はい。ということで、ただ今日は。はい。18ホールの勝負なんだ後半にいつからそうなんだ、最初から後半やるでしょ、最初からやります、はい、僕のチャンネルで、確かにこちらのチャンネルで、はいはいはい、後半行きますんで、はい、よろしくお願いします、そちらをね、ぜひ見ていただけると、ただ、じゃあ皆さん、うん、後半の方がむずいっす、じゃあドラマがあるってことですそうですね、確かにありますね、そうそうそう、まあ、僕が分かってるから難しいっていうの分かってるけど、知らない方がいい、そうそうそう、いい場合もあるからね、はい、そう、だから感動の、はい、逆転のドラマを今ドイツ戦のようにね、そうドイツ戦のように、はいはいはい、逆転追いつけ追い越せで、はい、やっていきたいと思います、ゴルファイナルズを見てください、はい、お願いします、じゃあ以上
レッドライス TV でした。ありがとうございます。